ほっけ教、ほっけ教、ほっけ行、は、大乗仏教の代表的な経典。大乗仏教の初期に成立した経典であり、誰もが平等に成仏できるという仏教思想の原点が説かれている。聖徳太子の時代に仏教と共に、日本に伝来した。サタルマプンダリーカスートラ、正しい教えである白い蓮の花の経典の意の、漢訳での総称であり、 ボンゴ、サンスクリット現代の意味は、サ、サットが、正しい、不思議な、優れた、ダルマ、ダーマが、法、プンダリーカ、プンダーカが、正常な白いレンゲ、スートラ、ストラが、縦糸、強であるが、簡訳にあたってこのうちの、白だけが省略されて、例えば、クマラジュ訳では、妙法レンゲ行となった。さらに、妙、レンが省略された表記が、ホッケ行である。 ホッケが、妙法蓮華行の略称として用いられる場合が多い。漢訳は、部分訳、違本を含めて16種が現在まで伝わっているが、漢訳で残存するのはの3種で、漢訳三本と称されている。漢訳仏典圏では、熊羅重訳の妙法蓮華行が最も優れた翻訳として流行し、天台教学や多くの宗派の信仰上の ところいとして、広く用いられている。熊羅獣約妙法蓮華行は28品の小説で構成されている。現在、日本で広く用いられている地に、天台大師の教説によると、前半14品を、釈門、釈門、後半14品を、本門、本門と、文化する。釈門とは、出世したふつが主張を起動するために、 本寺より後を垂れたとする部分であり、本門とは釈尊が、菩提寺家ではなく五百人天皇という久しの昔に、すでに仏となっていたという本寺を明かした部分である。釈門を水中に移る月とし、本門を天に浮かぶ月に例えている。後世の天台宗やホッ宗一致派は、両門を対等におもんじ、ホッ宗胸活列派は、ホッ行の本門を特別におもんじ、本門を、勝ち、 尺門を列とするなど相違はあるが、この教説を利用する宗派は多い。また、三分の観点からホ家行を分類すると、大きく分けて、一教三段、序本を序文、方便品から分別品の前半までを、正宗文、分別品から進む発品までを流通文と分化する。また細かく分けると、二教六段、前半の後、本の二文にもそれぞれ序、正宗、 流通の三分があるとする。前半部を釈門と呼び、半若行で解かれる大乗を主題に、事情作物、事情も、成仏が可能であるということを説くが、事情は、主情から供養を受ける生活に余裕のある立場であり、また裕福な謀察が、諸々の眷属を連れて、二つの前の参敬する様子も経典に解かれており、説法を受けるそれぞれの立場が、 フッツを中心とした、ホッケ行そのものを総厳に飾り立てる役割を担っている。さらに、大場だったの未来成仏、悪人成仏等、一切の主張が、いつかは必ず、フッツになりうるという平等主義の教えを、当時の価値観なりに示し、教の正しさを証明する、他方如来が出現する宝刀で、航空会、二フツ病座などの演出によって、これを強調している。また、 未報刀品には、仏滅後に、ホッケ行を広めることが大難事、六難九益であること、進む持ち品には、滅後末法に、ホッケ行を広める者が迫害をされる姿が克明に、解かれると、仏滅後のホッケ行修行者の難事が解かれる。後半部を本門と呼び、苦道実情、苦音実情。おくるみは、根性で初めて悟りを得たのではなく、実は、 クオンの五百人天皇の過去世において、すでに成仏していた存在である、という主張の宣言が、中心テーマとなる。これは、後に、本物論問題を弱気する。本門ではすなわちここに至って、フッツとはもはや歴史上の社会地個人のことではない。ひとたびホッケ行に縁を結んだ一つの命は、ルテンクナンを経ながらも、やがて神の道に入り、 自己の無限の可能性を開いてゆく。その生のあり方そのものを指してフッツであると説く。がってその寿命は、見かけの生死を超えた、無限の未来へと続いていく根のものとして理解される。そしてこの世、シャバ世界は、苦音の寿命を持つフッツが成住して永遠に主張を、救済へと導き続けている場所である。それにより、一切の主張が、いつかは必ずフツになりうるという教えも、 単なる理屈や理想ではなく、確かな保証を伴った事実であると説く。そしてフッツとは、苦音の寿命を持つ存在である。という、この奥義を聞いた者は、一年深海、初随奇するだけでも大苦毒を得ると説かる。説法の対象は、菩薩をはじめとする、あらゆる境外にわたる。また、末法夫人を導く法として、 上行菩薩をはじめとする自由の菩薩たちに対する、末方具教の付属、カンゼオ音菩薩等の働きによる、北ッ行進振者への信号と、莫大な厳世利益などを説く。28品のほか、以上の追加部分も成立しているが、偽教扱いとなり普及しなかった。土呂天地品第29は、冒頭部分のみを除いて失われている。 妙法蓮華経二十八品と同じくネット上でも大正新集大蔵経データベースで閲覧できる。ホッケ行では七つの例え話として物語が解かれている。これは釈迦仏が例え話を用いてわかりやすく主張を強化した様子に即しており、ホッケ行の作品でもこの様式を用いてわかりやすく教えをいたものである。これをホッケ七湯あるいは七歯とも言う。 北ッ行業の成立時期については、諸説ある。代表的な説として、伏せ広氏だけが、北ッ行業成立し、1934? で述べた説がある。これは、段階的成立説で、北ッ行業全体としては三類、四期で、段階的に成立した、とするものである。第一類、序本、儒学無学人気品及び、随記く読品の、計十0品に含まれる因文は、 紀元前一世紀頃に思想が形成され、紀元前後に文章化され、おさゆき、情報と呼ばれる三文は、紀元後一世紀に成立したとし、第二類、奉置品如来新力品の、計十品は、紀元百年頃、第三類、七品は百五十年前後に成立した、とした。その後の多くの研究者たちは、この説に大きな影響を受けつつ、修正を加えて改良してきた。 だが、近年になって、狩谷貞彦によって、序盆如来心理基品が同時成立したとする説が唱えれたり、滑路申請によって二2な品同時成立説が唱えられたことによって、成立年代特定の問題は、振り出しに戻ったというのが、現今の研究の状況だと、菅野博士は1998年刊行の時点において説した。中村元は、ホッケ業に含まれる、 長者急行の比喩に見られる、金融を行って、利息を取っていた長者の臨住の様子から、貨幣経済の非常に発達した時代でなければ、このような一人富豪であるにとどまらず国王党を、威服しせしめるような資本家は出てこないので、ホッケ業が成立した年代の上限は、西暦40年であると推察した。また、渡辺商工も、50年間努労した後に20年間総自負だった。 男が、実は、長者の後継者であると宣言される様子から、古来インド社会はバラモンを中心とした強固なカースト制度があり、たとえ比喩であってもこうしたケースは、現実味が乏しく、もし考えうるとすれば、バラモン文化の影響が少ない社会環境でなければ、ならないと述べた。この教は日本に伝わる前、ユーラシア大陸東部で広く流布した。まず、インドにおいて、 後半にルフしていたためか、サンスクリット本の編集が多い。ラジューの訳では新言、印を省略する。天品ホッケ業ではこれらを追加している。また、チベット語訳、ウイグル語訳、聖火語訳、モンゴル語訳、満州語訳、朝鮮語、音問訳などがある。これらの翻訳の存在によって、この経典が広い地域にわたって読書されていたことが、理解切る。 チベット仏教をゲルク破壊卒尊カッパは、主張、母大同士大大論で滅在する方便として、ホッケ行を読み歌いすることを勧めている。ネパールでは旧法法典の一つとされている。中国天台宗では、ホッケ行を最重要経典として採用した。中国石膏省にある、天台山国清史寺の地に、天台大使は、熊ら獣の、 妙法蓮華行を、所居の経典とした。日本では、正倉院に、北ッ行の段幹が存在し、日本人にとっても古くから、馴染みのあった経典であったことが伺える。天台宗、日蓮宗系の宗派には、北ッ行に対し、無料、義経を開け教、関府幻菩薩行法行を、決行とする見方があり、北ッ三部行と呼ばれている。 日本ではまた五国の経典とされ、根校、明行、二王行と合わせ、五国三部行の一つとされた。なお、熊良重約妙法蓮華行関世音菩薩不問品、第25は関論行として多くの宗派に普及している。また、日元宗では、方便品、第2、如来受領品、第16、如来新力種が、第21をまとめて、 日蓮宗三品行と呼ぶ。606年、水古十四年に、聖徳大子が、北ッ行を講じたとの記事が、日本初期にある。615年には、聖徳大子は、北ッ行の注釈書、北ッケ二章を表した、三教義書三章。聖徳大子以来、北ッ行は、仏教の重要な経典の一つであると同時に、神語国家の観点から、特に、 日本国には縁の深い経典として一般に考えられてきた。聖武天皇の皇后である光明皇后は全国にホッケ滅在の寺を建て、これを国分二次と呼んでホッケ行を信奉した。最澄によって日本に伝えられた天台宗は明治維新までは皇室の厚い損数を受けた。また最澄は自らの宗派を 天台法華宗と名付けて、法華行を、史上の教えとした。鎌倉神仏教においても、法華行は重要な役割を果たした。大念仏を唱え、有数念仏宗の外なる両人は、後の浄土系仏教の先駆として、商明念仏を主張したが、下言行と法華行を誠意とし、浄土三仏を、防意とした。一方で、 浄土宗の祖である法然や浄土真宗を開いた、新乱などは、冷え山で万人成仏を説く、法華行を学んだ後に、自戒や難行を必要としない、商名念仏を万人成仏の具体的な手段として、見出し、先週念仏を説いた。曹洞宗の祖師である道元は、士官多座の座禅を成仏の実践法として、専用しながらも、その理論的裏付けは、あくまでも、 ほっけ行の教えの中に探し求めていこうとし続けた。臨終の時に、彼が読んだ教文は、ほっけ行の如来心理器品であった。日蓮は、南無妙法蓮華行の題目を唱え、正代行、妙法蓮華行に起妙していく中で凡夫の実の中にも、仏性が目覚めて行き、真の成仏の道を歩むことができる、妙は蘇生の儀なり、という教えを説き、ほっけ収穫派の祖となった。 それまでも、祈祷や残悔滅罪のために、ホッケ行の読書や社協は盛んに行われていたが、日蓮教学のホッケ集は、この教の題目、題名の、妙法蓮華行、熊ら従官訳本の正式名の五字をおもんじ、南無妙法蓮華行、五字七字の題目と唱えることを、商業としたところに、色がある。金世における、ホッ行は、罪愁消滅を解く観点から、 戦国の戦乱による戦死者への食材と開墾、その後の江戸期に至るまでの和平への祈りを込めて、戦国武将とその後の大名家に広く信奉されるようになった。例として、加藤清正は、法華行を農協している。江戸期における大名家菩提寺も江戸城下に寄進し、法華、日蓮集系の菩提寺が多く建築され、また紀徳川家や加藤清正らによって、元よりあった。 池本文字への寄進改築も進んだ。これら大名による諸州派実写寄進には、軍役奉仕である参勤交代や、天下武神といった江戸幕府からの奉仕負担を少しでも多めに見てもらおうという目的と、このような菩提寺は、いざ国外からの有事軍役の際に、自販の江戸判定屋敷以外の取り出としてもの利用も、想定するためである。現にこういった寺社は、幕末の動乱の際に、 砦出として活用された上野戦争による加賀判定及び関盟寺。上記の理由以外に特に武家の祭女、シゾラには編成男子せずとも女人成仏ができると説いた日蓮の教えに感化され、かうんで信奉する者がこぞって多くなった。近代においても、北家ケ行は主に日蓮を通じて多くの作家、思想家に影響を与えた経典である。 島時代東編和家の、緩和対象名法連下行に衝撃を受け、後田中地学の国中会に入会した、宮沢賢治、詩人、童話作家や、高山著牛、思想家、瀬尾義郎、宗教思想家、北一騎、石原寛治、総価学会を結成することとなる、牧口恒三郎、戸田長生らがよく知られている。年太平洋戦争での敗戦後、 ホッケ業は、女人成物はかかなかなど一部の文言については、新中軍の意向もあり、教学上、解釈の変更も一部の宗派では、余儀なくされた。教本としても流通しているが、妙法蓮華経全体では、分量が大きいこともあり、いくつかの品を抜粋した、妙法蓮華経用品、洋本も刊行されている。ホッ業を、所この経典として重視する諸派は、 北っ行を釈迦が晩年に説いたとする釈迦の法、教えの極意、消防、妙法をと位置づける地議の教説、五字八分教を継承している。一方、文献学的研究では、北っ行が西暦期限前後、部派仏教と呼ばれる先住僧侶独占に反発する教団によって、編纂されたと推測する説もある。また、文献学といっても、 例えば、サンスクリット重視の立場で研究しても、そのサンスクリット原点そのものが原点ではなく、写本であり、その成立年代も、簡約の仏典より、さらに新しいという例も多々あり、文献学も未だ発展途上である。ホッ行業の成立が、釈迦尊明治より数世紀後だという文献学の成果に、対し、日本と他の大乗仏教圏諸国では需要の仕方が異なる。 日本の伝統教団では、死の教義を弟子が継承し発展させることは、生きた教団である以上あり得ることから、ホッケ行をはじめ般若行、大発涅槃教など、後世の成立とされる、大乗教典は、寝なしそうのごときありではない。釈迦の時期説を長い時を経て弟子から弟子へと、継承される過程で発展していったものとして、後世の教典も、また、釈迦の教義として認める、 という類の接中的解釈を打ち出す傾向が見られるのに対し、中国、台湾、インドネパール、チベットブータン、モンゴルブリアートトゥバカルムイク等、他の大乗仏教圏諸国における諸教団、信者の間では全く尺寸の親切と認識され、このような文献学の栄意を信者ではない者による、誹謗とみなして、ほぼ目殺、信仰を揺るがす問題には全くなっていない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。